Now, Bulbasaur, I choose you! Bulbasaur! 仲間を選んで、いざポケモンバトルの開始です。Begin! Bulbasaur! Just go! ウォッチモジョジャパンへようこそ。今回は私たちが選んだアニメ版ポケモンバトルトップ10です。Bulbasaur! Razor Leaf! Let's go! Bulbasaur!このランキングではアクション満載でファンが歓喜したサトシと仲間たちのポケモンバトルを紹介します。タイトル通りゲームのバトルは含みません。それとネタバレもあるのでご注意ください。メタポッド Harden like his Maximum hardness メタポッド。第10位、サトシ VS 陣代。バトルフロンティアのリーダーに立ち向かうより大変なことなんてありますか？アイスビーム、ゴー！フロンティアブレーンとの戦いでサトシは陣代と4対4のバトルを繰り広げました。ナイスノー。素晴らしいのは再登場したサトシのゼニガメと不思議ダネが大打撃を食らっていたにもかかわらず手強い敵を倒したところです。ステージはファイナルセット。 Now レッジアイスフォーカスパンチ。ですがこのバトルはピカチュウが陣代のレジアイスを倒して幕を閉じました。やはりピカチュウはさすがです。ガネ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 レッジアイス。第9位、リザードン VS ミュウツー。 This is it! You're all I've got left to count on! Charizard! ゲームのレッドグリーンのファンに敬意を示したポケットモンスター G オリジンに目を向けましょう。 This floor is where we honor and record the valiant efforts of the Pokemon League champions and their Pokemon.全4話のこのシリーズでは主人公のレッドが関東地方を旅する中でバッジを獲得したり出会った野生ポケモンを仲間にしていく姿を追っています。このシリーズは懐かしい旅だけでなくリザードン対ミュウツーのような迫力満点の戦いが登場します。ペースの速いアクションや美しいビジュアル、その上ポケモン XY のファンもワクワクするようなメガ進化も見られるこのバトルはファン必見です。第8位、サトシ VS カオルコ。 Yeah, Jeanette, she should win.マダツボミが強敵となった懐かしい石英大会でのバトルです。サトシの不思議種はカオルコの虫ポケモンをほぼ一掃し着実に決勝へと向かっていましたが最後に登場したポケモンにより試合は一転。ピカチュウがマダツボミに負けるなんて誰が予想したでしょうか。驚きの展開にはなりましたがもちろんサトシは勝利を収めました。なんとも言えない勝ち方。Now I understand how that Bellsprout felt. That muck can really smother you with affection. 第7位、リザードン VS フリーザー。 Wow! I've never seen a more awesome Pokemon. It's really beautiful.バトルフロンティアの懐かしいポケモンのバトルです。 Just as I expected, Charizard's a match even for an Articuno. Careful, don't count your victory just yet. ファンが登場を待ちわびていたサトシのリザードンは伝説のポケモンフリーザーとの1対1のバトルでようやく再登場を果たします。タイプが有利なリザードンはフリーザーがただの伝説のポケモンではないことに気がつきますがサトシのために勝利を収めたのでした。第6位、ゴーカザル VS エレキブル。新王地方を旅するサトシは現実主義でドライな新たなライバルシンジに出会います。
何度かバトルをしていますが、最終的に新王リーグの準々決勝で戦うこととなりました。ご想像通り、最後はシンジのエレキブル対サトシのゴーカザルのバトルです。Reggie once called them two sides of the same coin, mirrors of each other. They may have the same goals, but they've always taken different paths to reach them. 炎と雷に包まれたこの激しいバトルはトレーナーたちの限界を超える戦いとなりました。第5位、リザードン VS バシャモ。 Wow, those two are so strong. Yes, a battle like this one could only take place between two very high level Pokemon. リザードンの登場回数は多いですよ。 Now, flamethrower! Charizard strikes back with flamethrower! リーグ戦に再び挑んでいたサトシはバシャモという名の切り札を持った相手と戦うこととなりました。 Blaziken is unable to battle. Huh?今となっては珍しさはないかもしれませんが、この回で初めて番組に登場したバシャーモは視聴者に強い印象を与えました。炎タイプの攻撃だけでサトシのリザードンを倒すのは評価すべきことですし、ホーエン地方にはかなり強いポケモンが待ちわびているということを知らされました。Charizard is unable to battle, and Blaziken wins. 第4位、サトシ VS ユージ。Winding up for a super seismic toss. 弱者が王者になるのって最高じゃないですか。サトシはオレンジリーグのリーダー、ユージのポケモンたちと6対6の勝負を繰り広げました。ラプラス対ゲンガ、ケンタロス対不思議バナなど見どころはたくさんありましたが、一番の目玉はピカチュウ対カイリュウのバトルです。ネズミがリュウを倒すなんてかなりすごいことです。やっぱりピカチュウはさすがです。ピカチュウ、サンダーアタック。ピカチュウ、ライトセンダードラゴナイトウィズアトレメンダスサンダーアタック。第3位、リザードン VS ブーバー。最後から2番目のバッジを得るためにポケモンバトルに挑んでいたサトシは、謎々好きのカツラのブーバーと戦っていました。ピカチュウ、ダックフォーカバー。ピカチュウ、ピカチュウ。この戦いで最後の望みとなったのは、当時サトシの言うことを全く聞かなかったリザードンです。チャリザードリチャッブーバーが戦うに値する敵だと分かったのか、リザードンの態度は変わったのでした。チャリザード never wants to do anything but sleep. Maybe because Charizard saw how strong Magmar is, it wants to test its strength. 炎にあふれた激しいバトルとなりました。それに大文字を受け止めることができるサトシのリザードンってかっこよすぎませんか。第2位、ピカチュウ VS ライチュウ。 The gym leader, Lieutenant Surge, has chosen Raichu. The challenger, Ash, has chosen Pikachu. 小さなピカチュウの力強さは知っていますが、第1シーズンではまだまだでした。 Do it, Raichu! Give it the body slam! Raichu! 新たなジムバッジを獲得しようとしていた中、サトシのピカチュウは進化系であるライチュウにやられてしまいます。 Give us the big finale, Raichu! Raichu! Pikachu! ライチュウと対等に戦えるようピカチュウを進化させるか、他の方法を考えるか、難しい決断に迫られました。Raichu!言うまでもありませんが、後者を選んだサトシはポケモン版のロッキーとなります。Unbelievable! 第1位の発表の前に、その他の素晴らしいバトルを紹介します。Oh! Incredible! Glalie! Incredible!
Use takedown. Good. 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 Good.Brock, could that be the same Squirtle that Gary originally received from Professor Oak? Yeah, that's the one. 白金大会にて戦うこととなったマサラタウン出身のサトシとシゲルの最後の戦いです。How's that, Gary? Magmar, Fire Blast! Boom! 一話目からライバルとして存在していた2人の激しいポケモンバトルをファンたちは複数回目にしてきましたが、中でも一番はやはりリザードン対カメックスのバトルです。Blastoise, Rapid Spin now! Blastoise! Again, Rapid Spin proves a strong defense, this time against Charizard's Flamethrower! タイプ的にリザードンは不利でしたが、ここでもサトシのリザードンが王である理由が見られました。Blastoise! いかがでしたか？あなたのお気に入りのバトルはどれですか？ウォッチモジャジャパンの他の動画もご覧ください。チャンネル登録も忘れずに。It's hard, but it's not impossible!